まあ、リンアナウンサーも言ってた恐怖の男ですよね。そこはタイトルを奪いました。あの時は無口さんの感じに例えられました。ノックアウト勝ちでありました。エリック・モラでした。エリック・モラです。それから初防衛戦 KO 勝ち、メキシコで行っています。そして今年に入りまして1頭赤のトランクス、ブエロス。4月になりまして、レミフィオ・モリナと、モリナと戦いまして6ラウンド TKO 勝ちという結果を収めました。そして今回のこの第3度目の防衛戦です。思うんですけどね、ボディ打ってきます。伊藤ワンツー、三つ目打ち上げていきます。ドラです。ミルコースから左回避をつけた方がいいです ね。あれちょっと狙ってますよね。左当てました。グエラ、まあ、このラウンドの前半ですね、はい、グエラいいカウンター一度取ったんですけどね、ノーと低い体勢で、早咲き、まだ21歳という若いチャンピオン、かぶっている人が、あるいはあれはラファエル・ガルシアです、ね、ガルシアでしたか。だからもう一人の方ですね、右側の方だったんですね。詰めていきます。パンチは出してみません。左から始まりました。右のクロスを越していました。アパートランス・ブエノ、なんといっても一発を持っていますモラレス。29戦全勝、そのうちなんと 23KO 勝ちです。このモラレスっていうのはですね、ちょっと体硬いんですけれどね、はい、その重心は安定してますね。ああなるほどね。だから体の軸はその安定してますからね。ビッドソードダウン、パンチを集めました。ダウンダウンを奪っています。エリック・モラレス、おお詰めにかかります。詰めにかかります。ロープを背負いました。おーっとカウンターダウン、右を合わせました。ああ試合終了です。タイトルを取ったのも KO ならば、その後2度の防衛も KO 勝ちを収めています。まあ、はい、今日のモラレスはですね、最初から積極的に攻めてですね、今日も2ラウンドですね。最初のダウン、その前のこのダウンをちょっと解説してください。これは1回、あ、2回目ですね、2回目、右アッパー打とうとされる可能性だと、こういったノックアウトになるんですね。アッパーの場合はすごいカウンターですね、これは。ねえ、